レアメタル、希少金属は、様々な理由から産業界での流通量、使用量が少なく希少な非鉄金属のこと。レアメタルは、非鉄金属全体を呼ぶ場合もあるが、競技では、鉄、銅、亜鉛、アルミニウム等のベースメタルや金、銀などの貴金属以外で、産業に利用されている、非鉄金属を指す。この意味での、レアメタルは、日本独自の用語であり、 英語圏では、マイナーメタルと言い,い、日本語にもこの語を音社した、外来語、マイナーメタルがある。英語における、レアメタルは、軌道類元素と同義である。軌道類、元素17種類レアメタルの用途は大きく分けて3つある。構造材に使われる、レアメタルは、鉄や銅、アルミニウムなどのベースメタルに添加して、合金を作ることに使われ、強度を増したり、錆びにくくしたりする。 ステンレス鋼、耐熱材、マイクロアローイ鋼、特殊鋼、NI 合金材、CU 合金材、TI 合金材、AL 合金材などに利用される。半導体レーザー、発光ダイオード、1次、電池、2次電池、燃料電池、永久磁石、磁気記録素子、磁歯材料、磁気冷凍、超電導材料などに利用される。光触媒。 磁気光学媒体、ED レンズなどの光学ガラス、ニューガラスと呼ばれる、透明電極や光通信用の復化ガラス、ニューセラミックスと呼ばれる、ガスセンサーや、切削工具の刃先、磁気ヘッド、形状記憶合金、水素急増合金などに利用される。他に、CRT や、プラズマディスプレイ、蛍光灯などの蛍光体にも使用される。多くのベースメタルや貴金属は、 世界の主要な商品取引所、例えば、ロンドン金属取引所や、シカゴマーカンタイル取引所、ニューヨーク商品取引所などで、日々売買され、市場価格の透明性が確保されている。一方、ほとんどのレアメタルは、実需流通規模が小さく公正な市場価格の、形成維持が困難なため、商品取引所に上場していない。代わりに、 経済紙や金属専門雑誌、ウェブニュースでの流通価格情報が取引の指標として用いられており、取引の透明性や即時性、流動性に乏しい。一般にレアメタルが希少な理由は、地殻中の存在量が比較的少なく、採掘と精錬のコストが高い単体として取り出すことが、技術的に困難金属の特性から精錬のコストが、 高いといった点が挙げられているが、今後は、こうした資源量の少なさなどよりも、採掘時やリサイクルの際に、大量のエネルギー消費や有害な廃棄物を生じるために、地球温暖化防止などの観点から、取り扱いが制限される可能性が指摘されている。この他の理由として、過去の長期にわたって、金属の取引価格が低く抑制されてきたことが、挙げられる。 仮にレアメタルが金やプラチナ並みに高騰を続けた場合、様々な鉱石にわずかに含まれるレアメタルを抽出、精錬することで採算が取れるため採掘量は拡大していたと思われる。また、精錬の技術開発に多額の投資がなされていれば、より多くの量が抽出できている可能性がある。実は、レアメタルはレアアースを除けば、 地殻中の存在量は、鉄や銅の例外を除くベースメタルの存在量よりむしろ多い。レアアースが希少であるのは、採構される鉱石に含まれる割合が非常に少ないために、精錬による濃縮に大きな手間がかかるためである。金、銀、鉛、鈴のようなベースメタルでは特定の鉱石中に高い割合で目的の金属元素が含まれているので、昔から、 簡単な精錬方法で利用されてきたが、レアメタルは、クロム、マンガン、ニッケルのように鉱石として採掘されるものは、少数派で、ほとんどは、他の金属鉱石中に微量が、構成金属を置換して存在している。レアメタルは1から3の理由のほか、用途が限られているため特定の産業でしか、用いられなかったり、他の金属に代替できたり、価格高騰時には、 国家レベルで抑制策が打たれたりといった様々な制約から価格の高騰が抑制され取引量が拡大しない点で希少性を保ってきた。こうした状況の中でレアメタルと呼ばれる各種元素で絶対的な枯渇が起きるという情報はないが、BRICS の経済発展と特殊な電子機器の部品開発に伴う急激な需要の増加に対して 供給量が少ないために、急激な価格の高騰が起こっており、2002年から2007年の5年間で、ニッケルの価格が8倍になったほか、モリーブデンやレアアースなど多くの物質で価格が数倍に上がっている。一方で、レアメータルは、用途が狭いために、代替技術が開発されると需要が急減するため、市場価格が不安定である特性を持つことが、 こういった特殊な地下資源産業への投資行動を躊躇させている。1979年のミネラルショック時には日本でもコバルトやモリブデンを触媒として消費していたメーカーは直ちにリサイクル技術を確立することで消費量を削減した。レアメタルはほとんどの製造業で不可欠な素材である。半導体産業ではタングステンやモリブデン、 ニッケル等が必須の素材であるし、自動車産業では、白金やパラジウムなどがなければ、排ガス規制をクリアできる自動車を製造できないと言われている。ただし白金を使用しない燃料電池が開発されたことから、今後白金の需要は減退するという見方もある。捨てられた携帯電話や家電製品など廃棄物からの抽出によるリサイクルも行われており、 新たな資源供給源として都市鉱山と呼ばれている。レアメタルの産出地は中華人民共和国、アフリカ諸国、ロシア、南北アメリカ諸国に偏在している。レアメタルの産地に関する特徴として、ほとんどのレアメタルが産出量上位3カ国で50%から90%の埋蔵量を占めている。 例えば、木の類元素やタングステンは中国だけで90%以上の埋蔵量があり、バナジウムは南アフリカ、中国、ロシアの3カ国で98%を占める。これらの国の政策、経済情勢、正常不安などによって、将来さらに入手が困難になることが予想されており、安定供給やリサイクル技術の確保が求められている。 アメリカ合衆国やスイスでは第二次世界大戦直前より国家の非常事態に備えてレアメタルの国家備蓄を行ってきた。戦後になるとアフリカのレアメタル産出国の政情不安定に対応するため経済安全保障の立場から備蓄を進める国が増えた。日本では独立行政法人石油天然ガス金属鉱物資源機構法によって 経済安全保障の理由から供給停止などの障害に備えて平常時の消費量を基準にして国家備蓄の42日分と民間備蓄の18日分合計60日分の国内備蓄が石油天然ガス金属鉱物資源機構によって行われている品目対象はニッケル、クロム、タングステン、モリーブデン、コバルト、マンガン バナジウムの7元素。供給の障害が生じた場合は緊急放出を行い、市場価格が高騰した場合も国家備蓄分を売却することで価格の安定化を図るとしている。バナジウムについては実際に1998年の市場価格高騰時に国内市場への放出が行われた。現在の7種に加えてインジウム、リチウム、 他種のレアアースを新たに追加するか検討されている。レアメタルは、主産物としてのベースメタル鉱石中に、副産物として得られるものが多い。以下に、主要な主産物と副産物の関係を示す。主産物である鉱石の採掘を停止すると、副産物の産生も行われなくなる。日本のケースでは、2006年2月に、豊平鉱山の採掘。 創業が停止されたため、世界第一位の産出量であったインジウムの供給源を突然失った。日本のクロコーベルトの分布日本でもクロコーベルトと呼ばれる、鉛、亜鉛、バリウム、アンチモン、ビースマスを豊富に含む交渉が存在するが、硫化鉱と諸金属からの分離に手間がかかるために、従来は費用に引き合わなかったため採掘は行われていなかった。これも、 21世紀から始まったレアメタルの価格高騰が続けば今後の開発も現実味を帯びてくる。日本の排他的経済水域内にはレアメタルのガ有量の高いマンガンのジュール、コバルトクラスト、熱水交渉等があり開発が期待される。石油天然ガス、金属鉱物資源機構は2011年より 資源エネルギー庁の委託により、企業2社も参加し、沖縄トラフと伊豆、小笠原諸島沖の海底の金銀や、レアメタルなど深海資源を採掘する技術の実用化に乗り出す。世界初の深海最高ロボットで鉱石を掘り出し、パイプで母船へ送る最高システムを開発、約10年後の商業化を目指す。世界の秘鉄メジャーと呼ばれる企業群の中に、 日本企業の名前はなく、鉄鋼業界における日本の重要性とは全く異なる状況にある。日本の商社は日本企業向けのレアメタルの輸入を行っているが、鉱山開発から生成、販売までの非鉄金属業界の中で自ら進んで戦略的に動く意思と能力は持っていない。こういった中で中国やロシアが 資源ナショナリズムと呼ばれる自国資源の囲い込みを始めているため日本の国内産業に不足するレアメタルを輸入するには資源国の示す価格条件を受け入れるしか選択肢がない状況である日本の経済産業省では2007年より気象金属代替材料開発プロジェクトを発足させたインジウム、ジスプロシウム、タングステンの3つのレアメタルの代替材料を 三冠共同で開発する計画である。文部科学省も同じく2007年より元素戦略プロジェクトを行っている。代替品開発と希少金属元素の効率的な使用方法開発を目指している。ありがとうございます。